はい、それでは、ね、本日もゼノブレードスやっていきたいと思います。前回は、グレーのね、覚醒イベントやりましたね。今日は、まあ、ヒーローね、この上から順番に、まあ、学びに行くかよくわかんないんで、まあ、とりあえず上から順番にわかりそうなところから行ってるんで、今回、イスルギですね、の覚醒イベント、ちょっと行こうと思ってます。で、イスルギなんで、ラムダにしてやっぱりハテナがね、ここにあったので、まあ、多分覚醒イベントでしょう、おそらく。で、イタリちゃん何か、君は話してないから、工事はバカなやつだ。あいつが集まった結果、俺たちは大変な目にあったんだからな。何の話だっけ、もう。一気にさ、やってないから分かんねえんだよな。ところどころで、サブクやってたから。一気にコールニーラムのサブク片付けるみたいなことやってなかったからな。で、ここで何か発生するのかな。これは覚醒イベントだな。こうしてみるとやっぱそうだ、喋った。コロニーラムダにも活気が戻ってきたように思えないか。よくわかりませんね。確かに少し前までとは雰囲気が違うみたい。そうなんですか。大きな変化ではないかもしれない。だが着実に何かが変わっている。何ですか、何が変わってるんですか。君たちに出会わなければ移ろうこともなく自分たちの殻にこもっていたかもしれない。まあそうかもしれない。きっかけが俺たちだったっていうだけさ。イスルギなら自分の力で変わっていけたよ。かっこいい。君たちは優しいな。いえいえ。問題が山積。気を張りすぎてうまくいきません。休みを取るのも大切なことが。休みを取るのはめっちゃ大事だよ。働きすぎは良くない。しかし休むと言っても何をしたらいいか。ここだとつい仕事をしてしまう。すげえな。そういうやついるよな。自分のところのコロニーにいたらそうなるよね。でもな。俺たちだってそういうことに詳しいわけじゃねえだろ。そういえば何かあるのか太陽。いや眉唾の話かもしれないんだが、以前ノポンの行商人から温泉なるものがあると聞いた。温泉。温泉。はい、それは人里離れたところにあり、おいそれと人は近寄れないと。人が近寄れないものがイスルギの休みと何の関係があるのか。まあそうだよな。需要の効果があると言っていた。新陳代謝が活性化し血行が促進されると、うん、つまり温泉を手に入れればイスルギも休める。温泉を手に入れれば回復するっていうこと。温泉は手に入れるものじゃないけど。最初に言ったが眉唾かもしれない。ちらりと聞いた程度だからな。太陽。あ、すみません、確証もない話を。そういうのはなかなか燃えるぞ。あ、そう。は？探そうじゃないか、温泉とやろう。私が言うことじゃないけど、あんたなら乗らないと思ってた。そういうことは存外嫌いではない。それはいいんだけどよ。探すって言ってもどうやってやるんだ。そういうことならシティの。あ、結局シティ行くのっていうのはどうだろう。私たちだけで考えるよりいいかもしれないね。みんなありがとう。やるからには全力で探します。組長任せてください。太陽は本当にもうイスルギ大好きだな。湧き立つ心。ということで、これがイスルギの覚醒イベントから。じゃあ今日はこれをやっていきたいと思います。で、まずはシティに行ってですね。どこ行けんだ？あ、ここか。ここだとこっちの方が近いんかな。下だよな、あそこの、びっくりマークがあるのが。あ、待って、水晶レベルいくつなんだろう。前回のグレイが50とかだったよね。イスルギの方が低いのか。なんかグレーでよりイスルギの方が早く、あ、そうでもないか。ちょっと推奨レベル見るか。59、そこそこ高えな。まあ、どうでもいいや。どうでもいいです。ミネ。まずミネか。お尋ねしたいのだが、あら、何？温泉というものをご存知か。今になってそんな言葉聞くなんて思いもしなかった方では知っているのか。でも、もちろん耳にタコができるぐらい聞いた話でも。体の傷がいえ、心にぬくもりを与え、人と人の絆を深める場所、そんなすごいんだ。でも私は行ったことがないよ。そもそももう何十年も前に枯渇したって聞いたけど、すでに存在しないのか。どこにでもあるようなものじゃない。今のシティでも知っている人は、知ってるやつが他にいるのか。そうそう、あの人なら教えてくれるかもしれない。名前は、おいおい、頼むよ。この前見つからなきゃ、イスルギ疲れてる。干からびちゃ。そこまで深刻ではないが、でも今まで雑学王と呼ばれているのはね、あの人知っているはずよ。そうか、ありがとう。温泉について3分の1。誰も見つけられないもの。次こっちか。だが温泉は人々に伝聞されている。すげえな、イスギの覚醒イベントが温泉を見つけることだと思わなかったぜ。
でも新しいマップなんか今までじゃ、ブレンダーお前はな話しかけてこないんだっけ。5年ぶり戻ってきたから家族以外と距離ができちゃったな。ロストナンバーズもやめちゃったから周りから余計に気を使われているみたいで、コイットは私と違ってロストナンバーズに戻ってきて元気でやれてるから、関係が変わったみたい。あれまだ話しかけられる。オリジン行くんだよね。私も今戦ってほしいな。なんていうのは都合よきすぎるかな。アーモリーの操縦士として復帰しないかなって声かけてもらったんだけど、ブランクがありすぎるのとやっぱり戦中戻るが怖くて、君たちは負けないでね。クラーラもクララが立ったも話しかけてないよ。モニカやローザーナうまく立ち回ったね。ギャレットや文月たちを支援したのに失敗に回って詳しがってるでしょ。戦いに反対する連中や戦いを推進する連中を支援したのか。そうよ、思想は全然違うけど、モニカたちの足を引っ張ることは役立つでしょ。この世界で敵の敵とは手を組むってことはよ。敵の敵は味方なんじゃない。まあそうだ、そういうこと。そういうこと。最近思うは、未来を決めるのは6種族や私たちがあなたたちであるべきだと。でもあなたたちシティの一員だ。そうだけど、どうしても今を最優先する決断をしてしまう。それじゃ世界を制したままなんだよ。関係が変わったみたいな。またお医者さんに話しかけるかな、このルートは。あ、出た、ホーレイス。少々お時間よろしいかな。なんだ、休館かね。自分たちは温泉というものが欲しい。そこで少しでも情報が欲しいの。母、温泉が欲しいと来たか。なんか知ってんの。いえ、久しく聞かない言葉だったから、つい。なかなか大きな趣味だが、温泉は手に入れるものではない。まあそうだよな。趣味、そういった趣味なのか。人も昔前は温泉を探し求めて山と見たぐらいだ。かつて争いに疲れた兵士たちは温泉で傷を癒して次に戦いに出たという。なんといっても温泉は浸かるものだ。体の芯から温まればすぐに回復していくと、まあこういった風に文献に記載された。聞けば聞くほど不思議なものだ。体を浸す、回復する。だが、下手なことで、ここ数十年の間、ほとんど消えてなくなったとき、消えてるものが、そういうのにあまり期待はせん方がいいが、大変参考になった。どうもありがとう。また星マークだ。今回の時にロザーナへの貸し借りはなくなった。ようやく本当の意味で中立になれる。ただ、この何事も立つには立場や権限が必要だ。私の力が必要な声をかけてくれ。貸し一つになれば喜んで協力する。貸し一つになるんかい。まさかお前さんがそこまで熱心だとはな。まあな、そうだよね。知らないものを知れるのはいい刺激になるからな。それは確かに思うわ。よっ。温泉らしきもんがあるのか。確かに面白そうなクエストではあるわ。あ、なんかまた星マーク見つけちった。ムンバ。あれムンバ。あ、そう、ムンバ。ムンバ。よ、最近何してんだ。今レウスの整備方法と操縦方法を育てるんだ。世界見て回るには必要だろ。アイスに会いに行くってやつ、そしていいとこ身につけてみせるよ。約束ちゃんと守れよ。アイスは怒らせてすげえからな。そうだな、意外だと、意外だな。怒ってるからちょっと表現しろ。驚き。して少々伺いたいのだが、なんだ。私たち温泉というものを探していて、温泉踏む。わしは天然物を生で見たことない。残念だかな。で、天然物なんだ、そんなことを知らんのか。いや、そうか。若い連中は見聞きしたことすらないか。当然わしのような年寄りには誰か詳しく知っているやつもいるだろう。かつてそいつを探したやつもいたが、ついと見つけられなかった人だ。人。ああ、森にあるとも崖下にあったとも、どこぞの洞窟深くにあったとも聞くが、どいつも見つけられなかったという。そうか。なんで、あのじいさんの言ったことがあるかもしれない。いや、あいつは死んだか。死んだかもしれんし、最近見ないしな。そうか、すまない。助かった。力になくてすまんない。いや、十分だ。行こう。で、情報をこれで相談するわけだな。じいさん。誰だ。じいさんに話しかけに行くんだろうな、多分、この展開。じいさんを見つけに。聞けば聞くほど気になる。みんな、ちゃんと休むよ。そうだ。みんなに聞いてほしいことがある。さて、温泉についてだが、かいつまんで要約すると、よくわからないが、とにかく回復するらしい。結局、ふわっとした情報しかなかった。誰も言ったことがないって。見ろよ、イスルギムやつれて、もう今にはダメになりそうだ。君には私はどう見えていいんだ。聞きに入れた情報だけど、確かに見つかりそうにないと。森とか崖下が実際にどこにあるのか全くわからない。まあ、しらみつぶしに探すって現実的じゃない。でも、体を浸すだけで回復するなんてすごいと。大体、そこそって、風呂とは違うのか。彼らの口ぶりか、僕も同じこと思った。しかし、風呂には傷を癒す効果はない。まあ、そうなんだけど、それよりも何の収穫もないのでは、軍務長を振り回すだけになってしまう。気を使ってもらえるのはありがたい。私はこの状況を楽しんでいて、探そうとも見つからないかもしれない。しかし、そこに何があるかもしれない。そういう響きは心が、なんていうのは少しわかりにくいかな。いや、十分だよ。私も気にならないと言えば嘘になるし、もう少し探してみよう。それなら温泉に詳しいやつの話を聞きに行ってみようぜ。もう亡くなったって言ってなかった。それともザクガク王の人かな。亡くなっているかは定かではないといった風だった。同一人物かは分からないけど、聞いてみる価値はありそうだ。ダメでもどうせ君たちに苦労をかけるが、何言ってたら心差し、温泉とやらを見つけたらぶち込んでやるからな。はは、ほどほどになる。まあ、とりあえずこれか。さあ、みんな行こう。どう行くの。コタンってどこにいんだ。コタンはどうに
向こうに今です。155メートルの向こう。あ、結構でも遠くねえんだから。また星マークを見つけてしまったな。上か、これ。あそこにどうやって行くんだ。あれ、今星マークどこになった。おい。あ、いやいや。グレー、あ、グレーか。俺を連れて行け。すべて終わらせる。ゲルニカのためにも。まあ、ついていきたいんじゃない。でもヒーローは何だか一人しかなんか入れないみたいだから、なぜかみんななんか来ればいいのに。本当だよな、ニアとメリア2人連れてきてんだけど。ヒーロー、これヒーロー2人連れてきなくなんないの。次のアップデート頼むよ、頼むよ。次のアップデートでヒーロー2人連れてっていけるようにしてくれ。あ、こいつだな、コタン。失礼、そこの御仁。なんだなんだ、揃いも揃って年寄りをいじめるつもりか。いや、我々は温泉を探していて。なんだと。温泉を。温泉のことならこのじじいに聞け。あ、そうなんだ。聞いてんだよ。そうか、お前たちが温泉を聞き回ってる若造か。このじいさんに聞けば温泉の真髄を知れると思ったんじゃね。若いくせに見上げたやつらだ。嫌いじゃない。温泉について教えてくれるってことかな。どうだろう。温泉について詳しい人は亡くなったとも聞いていたが。あのじじいのざれ事じゃろう。わしは死んどらん。じゃあ温泉のこと教えてくれよ。わしは若い頃温泉巡りをしていた。それはもう巡った、4つぐらい巡った、はあ、わしが一番好きだったのはノルディル温泉だった。ノルディル温泉。その時のわしは腰を痛めていたのだけども、入ったら一発で回復した。すごかった、はあ、珍しいと思ったのは足湯じゃな。足だけつけたのに腰が回復した。すごかった。考えついた先達はきっと天才じゃ。わしは4つしか見つけられんかったがの、隠れた人の噂があってな。きっとそれも腰に。え、じゃあそれの隠れた人を探すの。あんたの腰がどうのってのを聞きたいわけじゃねえ。ん？温泉の場所を知りたいんだ。4つもあるならそこ。なくなってんじゃね。もうないんじゃね。ほらね。え？ないのか。お前たちのような若造が争いだなんだと言って爆破したり埋めたりしたんじゃろ。温泉は地中から湧き出る湯じゃ。そいつが湧かないならしょうがないじゃろ、まあ、掘れば見つかるかもしれんがの。掘るって言われてもな。このご時世、穴掘ってるやつなんかいたらそりゃもう頭のおかしいやつじゃ。せっかくの情報源だったが無念だ。落ち込むな、太陽。最善を尽くしこの結果ならしかと受け止めよう。温泉にはたどり着けなかったが、なかなか有意義な時間だったぞ。軍務長。何が軍務長じゃ。わしの話を最後まで聞け。わしが見つけられなかった人がある。いや、厳密に言えばあるかもしれない。本当かよ。わしがまだ若かった頃に聞いた噂じゃ。信憑性は高くないかもしれんが、ブラス熱戦地帯にそいつがある。なんだブラス熱戦地帯。中も外もモンスターがひしめいていて、わしはついぞたどり着けんかった。望みはまだあるというわけか。昔からそこに挑んだ奴らは多くいたが、皆帰らぬ人となった。それほど危険な場所じゃ。あるかもしれんがないかもしれん。だからおすすめはできんの。いいじゃねえかな、イスレギ。確かにな、あるかもしれない、だがないかもしれない。不確定要素が多ければ多いほど燃える。こういう性格なんだな、イスレギは。無駄足かもしれないんだぜ。未知なるものを追い求めることがここまで熱くなれるとは思わなかった。ほほ、その状態で温泉に浸かったら焼け死んでしまうかもしれんの。気をつけるとしよう。どうもありがとう。おっと、そうじゃ、伝え忘れていたことがあった。ん？温泉の入り方じゃ。どれ、
耳を貸してみろ。入り方普通に入れよ。でブラス温泉どうだ、ここガデンシア地方ですね。どこ、あ、ここか。どっから行けんねん、これ。どっから行くのが近い。こっちか。こっちか。こっちが近いか。なんかまあ、話的には面白いな。温泉見つけようっていう。なんかそういうことしてくれるんだ、ゼノブレード。てか、プレイ時間やばいね。もう130いってんか、125か、今。とりあえず船に乗ります。移動します。にしても本当綺麗だな、このエルティア界。このエルティア界、ちょっともうちょっと遊びてえな。まずあれだよね。でもまず、それぞれの、ヒーローの覚醒イベントとりあえず終わらせることだな。で、それ終わったらユニークモンスターを倒しながら、残りの クエストやりながら、やることいっぱいあるな、全部クリアしても。ここに温泉か？グラス、あるじゃん、グラスネット1。見るからに曰くありげな場所じゃないか。これ進んでやん、とりあえず。これどこ？左か。見にくいんだよな、ナビのあれが、線が。下が緑で。ああ、レベルが59。だからあれか、水晶レベルが59なのか。この辺のレベルが59。でも前回あれだよね、水晶レベル低くても、なんかそこのいるモンスターめっちゃ高かったけど。まあそこで倒す、まあ、相手が50いくつだった。あ、なんか洞窟がある。洞窟か。中はどうなってるんだろうな。エーテルチャンネル。エーテルは回収しよう。はあ、またなんか変わった洞窟ですね。96？ なんだここのモンスター。ムクロあるし、あそこに。今までで一番レベルが高い相手見つけちったよ。90？ 面白いなゼノブレっつうのは。え、あと何メートル先？ 60 とかそんぐらいのレベルなんか。でもさっき90とかあるんだよ。あ、コンテナある。とりあえずコンテナ回収するか。なんか最近銀、あのノポンコイン銀も大切だっていうのを分かってきたかな。クラスが上げられるから、クラスレベルが銀コイン。あと 200m か。この先直線的にいけねえんだよな。でもこれはいいもんだろ。なるな。エルティア界マジでな、結構好きだからな。最後になんかマップを飲む、一通りのお楽しみだな。エルティア界のマップ探索は。あ、この先か。ブラス温泉。これが温泉。って、どでかい風呂じゃねえか。見た目だけで判断するな。効能があると言っていただろう。湯気がすごいね。このお湯熱いのかな。待て、何かいる。敵か。敵だな。モンスターが使ってね、温泉に。やはりここにも先客がいるようだな。みんな構えて。まあどうせ60ぐらいでしょ、レベル23で。レベルが、あ、前回からですね、休憩をしてレベルを1個上げてみましたっていう。ただよく意味がわからないです。方向し意味がわからない。意味はあるんだけど。とりあえずインタリンクのメガスキンネッツ入ってきてるんですか。撃てる。来た。
無理か。ああ最悪だ。押し殺された。あと5体。ボス的にはいいの？全然見えないけど、どいつ攻撃するんだ、こいつか。なんか一撃する、温泉で回復する、なんちゃら。温泉で回復してんのこれ。ってことじゃないの？リジェネレーションで回復してんのねこれ。よし、あと4匹。あ、一応忍者忍者溜まってんのか。ちょっとさぁ、弾かないでくれよ。あ、2になったの？2になったら撃っちゃう。よし、あと3。これが気に入ってる。あんま HP 変入な、ここまで。あと2。あ、こい。倒したっけ？あんま記憶にないんだけど。でもこれしかいないんだ。クイーンアタック溜まったけど、どうしよう。レベル3になって打てねえかな。とりあえず一回インタミックが鳴りました。あべ、融合が溜まってないんですか。側面。まだ2だ。になってもいいけど、もうちょい3人なんて思ってんだけどな、勝手に。すげえ飛ばされんじゃな。まだ2か。3乗った。これで終わんじゃない。まだ残ったな。どうする？一回言うのが経験値だ。こうな経験値はいい。はい、終わり。余裕余裕。私にかかればこんなもんだ。あいつら、すぐ回復しやがって。あれが温泉ですね。温泉の効能だというのか。どっちでもいいよ。これで温泉に入れんだろ。え、でも。よし、イスルギー。約束通り放り込んでやるぜ。ま、待て、私はそんな約束は。放り込まれたし。な、君たちなんてことを。グム長、ご無事ですか。驚きのあまり心臓が止まるかと思ったが、大事ない。あのじいさんも言ってただろ、誰もいなけりゃ飛び込むのがマナーだって。いや、マナーだからと言って。しかしこの湯は確かに。どういう感じなんだ。暖かくて気持ちがいいな。だからそれ風呂じゃねえか。見ろ、傷がみるみるうちに塞がっていく。そんなことあるの。へえ、あの人が言っていたのも
あながち間違いではなさそうだね。ああ、入ってしまうと抜け出せなくなりそうだ。それじゃあ俺も。おい、どうしたんだよ。みんなも入れよ。え？これは体の隅々まで回復していくのを感じる。君たちもどうだ？裸になるんだよ。悪くないぞ。女性なんだよ。しかし女性なんだよ、こいつらは。生き返るぜ。ま、俺は死んでねえけどよ。その服脱ぐんだよね。そうなんですよ。ああ、あの人はそれが温泉の正しい入り方だって。でもあのここで。いやー見てえけど。おいおい、やぼったいこと言ってねえで、早く入れよ。冷めちまったらどうすんだ。戦いで傷ついた体を癒すのにうってつけだぞ。あ、しかし軍務長。仕方がない男だ。ユウに彼を蹴落としてやってくれ。よし来た。ちょっと待ってくれユウに。僕はまだ入るとは。くそ、どうして僕がこんな目に。体温、何事も経験だ。温泉は悪くなかっただろ。まあそれはそうですが。確かに入ってみりゃ悪くなかったな。入ったの？疲れはすっかりなくなったね。ミオとセナの入浴シーンはちょっとそこを見たいんですけど。カットしないでくれよ、頼むよ任天堂。カットすんねここ。いい休暇になったか。ああ、君たちのおかげで心にゆとりができたような気がするよ。コロニーのためと思っていたが、だいぶこの体に無理をさせていたようだ。来た甲斐があったね。文化を楽しむというのは心に余裕があってこそだ。考えを改めさせられたよ。いずれはコロニーの皆を連れてここに来よう。みんなで入れるといいけどよ、これぐらいの大きさなら順番待ちで列ができちまう。そうなれば穴を掘るさ。新しい温泉が見つかるようにな。本気なの？争いがなくなり皆にゆとりができれば本気で考えてもいいかもしれないが、採掘に慣れた我々からしてみれば穴を掘るぐらい造作もないさ。いや待てよ、掘ることで温泉を多く見つければ他のコロニーのものを入れて。おいおい、すっかり温泉に取り憑かれたみたいだな。イスルギ軍務長はこういう時の方がずっと強い人だ。それならよかったね太陽。ああ、きっとこれからも僕たちの力になってくれる。さあ行こう、次の目的のために。これで終わるんかな。あ、クエストクリア、終わった。ブラスで地帯に温泉を発見した椅子にとってはいい休暇になったようだ。あ、これで20になったわ。でもまだ4なんだよな、ラムダの絆レベルは。ちょっと一旦戻るか。ラムダが、でもハテナまだはもう発生してるんだよな。なんかどのコロニーも覚醒イベント終わったけど、ギリギリ星4なんだよな。星5になんねんだよな。やっぱあれかな、コレクションコレペディアだっけ、コレクションのやつでなんか上げてくんかな。あとあれか、ムクロとかも解放してねえからなのかな。あ、情報が増えた。ハクビ、ちょっと聞きたいんだ、温泉でなんだ。いきなりどうしたの。グム長コロニーみんな温泉に行こうって言ってるのか。はあ、すっかりハマってるな温泉と。一体増えたな。私は工事の行動を指示するわ。ああ、噂によってたのことね。確かに、あ、うちのコロニーも変わっていく時なのかもね。コロニーのために思うなら工事が間違っていないって分かる。工事って誰だったっけ、もう覚えてないんだよな。コインアムの現状2分の1。あともう一人はどういんの。工事のやり方間違ってます。え、ビックリマークはどこにあるの。絶対ラムダだよな。あった。あっちだ。あそこでどうやって行くんだ。あ、これ落ちるな。ですね。なんかここで深く考え込んでるやつがいる。まあそいつはほっといて。
俺は戦うだけだからな、規律があるのは悪くないと思う。けど私たち後方支援は兵糧出自の手続きの多さに、やることが増えて各社と協力する手続きの手間だけ変わらないんで、スピード感が大事なの。はで、なんかここにあ、待って。星マークがある。なんだ、小隊長とやったに怒られてへこんでたとかと思った。確かにあれはいい措置だと思ってたけど、もっとラムダの役に立てること考えなきゃいけない。へこんでる暇なんてない。ここにさ、これ取ってなかったわ、コンテナ。軽く手伝ってくれよ。任せてくれ。よいしょっと。何が入ってるか。で、とりあえずこれで相談して、まあ、とりあえずここのクエスト片付いたら終わりかな、今回は。イスリのクエストは終わりかし早かったな。何かお腹に入れておこう。ああ、イスギでなんかやる必要あるんだ。これ読むって生まじ真面目なやつが多いよな。この上国交人の能力を長けてる。これなんか高いのも名付ける。だからそれあのような事態に招いてしまった女の力不足を嘆けばか。とは言っても今まではいいやつだっているんだからいいか悪いかなんて言えないだろう。君も真面目だな言うに。なんで茶化すね。指揮系統が明確になっていなかった頃のラムダ祝いコロニーだったんだ。はい、体制を見直し今のように組織だった形になってから強力なコロニーに変貌したと。厳格な規律は戦略の幅を広げ、より頑固な強固な体を作ることができた。だけど今決められたルールがラムダを縛り付けている。強兵式的なものからコロニーラムダを強くしたことに変わりない。だから非効率だと分かっていても自分たちが積み上げてきたものを崩してやり直すことなんてできないのさ。そこで工事は行動を起こして問題提起をした。ぜひはともかく工事は工事なりにラムダを思う気持ちがあったのそうだろう。コロニーのことを一番考えてるのは確かだ。ちょっとこれから軍務室長で隊長たち話し合いの場が設けられ、君たちも来てくれないか、もっと考え聞かせてほしい。よし、行ってみよう。過去と現在。休憩終わり。これクリアしても大して5には無理だと思うな。さすがに基準のレベルが5になるとは思えないんだよ。グブチお待ちしてました。お前たちも一緒か。私が連れてきたんで気にしないで進めてくれていい。ではまずは生産隊からですが、今までと変わってないな。思うところがある。だが切り出せないところといったところだ。それでもラウダ優秀な頃には自分たちがやることは見失っていない。失礼します。グブチお知らせしたいことは。ちょっとね、審議構わん、続けてくれ。コリに侵入の形跡がありました。それは確かか。ふざけんな、アグヌス君の襲撃を受けたばかりだという。それでそのグム長の許可は得ていませんが、追跡部隊を編成し送りました。事後報告だ。人根らしくもない。私に許可を求めなくていい。君たちの判断で行動してくれ。はあ、ではロショウ隊長と人根最小隊長、私ともに来てくれ。了解したで行くぞ人根。当初の目的は果たせそうにないな。いや、いいんです。それより侵入者って。あ、一体どこの誰かわからない。君たちも手伝ってもらえて、もちろんそれは構わないけど、交渉、地形局と連携を頼み、田中わかれば連絡が行くかもしれない。わかすと任せといてくれ。モルクナ大侵入の入り口付近で話を聞こう。じゃあ、マップで移動するか。ああ、こっちか。マップ、マップ。あ、違う、方に知らねえよ。方に知らねえ、こっち。どこ？あ、ここか。君たちな、軍務長までこう我慢続けろ。は、侵入形跡を確認したと報告。現在周囲を探っておりまして、俺ら侵入者は森の方へ向かっていた。何もせず逃げるとは思えんが、足跡があるな。これ出た、足跡系だ。これ投げんだよな、足跡系ってのは。足跡は手だれかもしれない。あちらに向かっているようだ。これで結構歩くんだろ。あ、この辺ってレベル29ぐらいだったっけ。過去にしたる。でどっち、右、こっちだね。
初めて来る場所だね。嘘、マジ、ロシアの泉初めて来たかも。え、嘘、これ来たことあるんじゃね。侵入者か、嫌なものだな。仲間たちが襲われていないのが不幸中の幸いか。あれって、え、この先ある、これ足跡が途切れてる、どういうことだ。あなたたち今どこにいるの。俺たち侵入者らしき人の足を通って、おそらく侵入者はモルクナ大神で滑走、あの激強のところ、シーザーレイスをして、こう、預かりだから許可なんて使わずに使ってる。グム長に秘密、グム長いるんだが、とにかく侵入者を追うなら仮装に行ってみて頼んだ。あ、それでイタリカ伝言を預かってる。侵入者の行動分析者は奴は何かを仕掛けようとしてる。戦闘になったらその辺りを注意してみて。だから戦闘になるんだろうな。もう何にも喋らずに飛ばしてる。仮装か、ここだな。これどこが一番近いんだ。ここだよ。どこが一番近いんですか。まずここに行くしかないし、仮装1個しかなかったら、ランドマーク。え、仮装ってめちゃくちゃレベル強いんだけどさ、推奨レベルいくつ。でも60か。え、待って、クエストなんか増えてね。こんなあったっけ、クエストって。ペット物資、これなんだこれ。あ、そうだ、なんかできねえんだっけ。できなかったんだっけこれ。これ覚えてねえ、あのクエスト覚えてねえわ。まあ、とりあえずこれ1個。これで大丈夫だ。とりあえず無視。ここがちょっと。76。あ、なんか前行った時ここがレベルがめっちゃ高くてあったけど、もうレベルが下になってんだね、今になると。前もレベル同じぐらいだったのか。あ、ユニコーンさんいいじゃん。まあ、それは後でやるにして、ユニコーンさんユニークモンスターからやるとして、とりあえず今回これ、でっけえ昆虫だなあれ。あそこだな。あ、いるな。久しぶりの氷ラムダ、それに言いするぎ、お前は。氷ラムダには随分と世話になったよ。先の戦い全滅させたのと思っていたが、事実がルースって言われて、うちの氷が壊滅したが、俺たちは死ななかった。いや、死ぬに死ねなかった。俺らは攻めてラムダに復讐を果たすまで。こいつはまさか。そうだ、かつてラムダさんがコロニーサーティの彼らを追い詰めたせいだ。俺たちは新たな氷に移っても、なおこの像は消えなかった。コロニーサーティの仲間を殺してラムダへの像だけだな。お前たちに復讐するが、この憎しみこそが我らの命の火を灯し続ける。バカなことを、私たちもまた多くの仲間を失ったお前たちの道具によって、無意味な、あまりにも復讐で何の意味もある。今さ、意味などを求めて、俺たちはコロニーラムダを潰すだけだ。ち、話し合いなんて無理だぜ。毒の苦しみ、キサイに押し込む。なんか毒？毒攻撃してくんかな。じゃあやっつけるか。まとめて片付けろ、まとめて片付けろ、まとめて、まとめて、メガスキンを打たせてくれ最後。オッケー、いいじゃん。最初リーダーっぽいやつが一番最初にいなくなってくるから、あと4。
もうインターネットしちゃっていいんだけどな、周りのやつは。これでいけるだろ、メガドン X。 おや、おや、倒したってなんだかスッキリしねえな。ああ、しかし公式入社推薦職の対応に感謝する。私たち戦ったけど、そのことはラブなのみんなにやっていうと。ありがとう、そうさせてもらう。ひとまず後処理はもうすぐ、我々一応軍務室に戻ろう。軍務小室に戻って。ラムだ。これで終わるんかな。まだなんかあんの。長えな全然切り替わんねえんだけど、コロニーラブナイン。ローディングっていう文字も出てないし、ただ画面がブラックアウトしてるだけなんですけど、なんかこれ大丈夫これ。あ、来た来た。度重なる緊急事態だったが、みんながみんな一丸となった行動に作れたことが感謝する。しかしお前たちどういうわけか、うのうので考え行動できたみたいじゃないか。それはそうでしょう。そうするおかなかったんですから。我々行動を起こさなければ最悪の事態を招いたかもしれません。ロシオ隊長の言う通り、コロニアムのためにそうするしかありませんでした。先んじて指示飛ばしたのは私です。罰なら自分が受けます。お前たちを攻めようというわけじゃない。むしろ己の頭で考え行動できたことを心がしく思っている。頭でっかちな連中が自分たちで動けるなんてな。まあ言い方悪いけどそうだな。不甲斐ないことだけど考えることを放棄してのは確かだわ。大事が起きたとしてもその危機的に起きたくなかった。工事が行ったことは少なからず我々意義をもたらした。変わろうともがくことは悪ではない。時に失敗することもあるだろうが、お前たちは切断し起こした行動は新たな未来の架け橋となる。駆け足したいか。もう乃木坂なんだよな、もう絶対。もしかして軍務長が何も言わず管制官していたのはこのきっかけを待っていたから、私が命令したりルールを押し付けていたり、結局何も変わるじゃないか。自らも行わなければ変化できない。それにみんな気づいてたから今回のように動けたんだろう。工事は私たちのようにずっと前にこのことに気づいて行動しようとしてた。軍務長、工事を戻してあげることはできませんか。そうね、それはできるな。お前たちもそう思うか。確かにやり方悪かった。でも工事の言葉がきっかけになったら紛れもないし、工事何やってんの、全然記憶ないんだよな。我々の話は新たな道へ進む努力をしなければ、そのためにあいつの力が必要です。そうか、分かった。では工事は降格処分として現時点をもって職務に復帰させることをする。要観察対象であることに変わりないが、問題構造があれば厳しい処分は免れない。なんか裏切ったんだっけ、もうよく覚えてないんだよな、全然。コロニーラムダ変わろうとしている。ああ、どうなるか見守っていこう。君たちの協力のため礼を言う。いえ、これは軍務長、いえ、コロニーラムダの人たちが考え導き出したことです。頑張ってください、軍務長。きっとうまくこいと信じて。もちろんな、コロニーラムダはより洗脳され、正しい道へと進むだろう。クリアした。急ぎの主悪道者通りへ、規律に頼らず、自ら考え行動できるように、コロニーラムダは変わり始めた。関係が変わったみたいな。あ、だいぶ上がったけど、でも全然まだ足んない。プラス700入ったけど、5になんねんだよな。全然5になんねんだな。他あるなんか。でも星マークが、ああ、落ちる関係が変わったですよね。ああ、なんかみんな星マークついたな。人ね。遺跡軍事のお考え、私たち理解できなかった。それどころか、ロシオ官庁は見えて、いろいろ考えて、今更ながら思い知らされた次第で、体調やや緩んでたところもやはり立派な人。私自ら考え行動によって。この辺にも星マークなかった。あった。工事。あ、工事じゃん。もう無茶なことしちゃダメだよ。君たちは気を、ラムダにも君たちに迷惑かけたね。だから君の行動がラムダに変化を与えた。僕じゃないさ、君たちは軍務長が動いたわけだ。ありがとう、これからみんな協力して頑張ってくる。向こうにも星マークがあるな。モレ。
やだちおかげでコリラムダは新しい道へ進め、そうみんなが頑張ろうと思ったからで、私たちの力ででも感謝したいし恩返したいと思って、ただこの意味得意じゃないけどいたという時は読んでね。こんなもんかな。でちょっとこれなんかクエストがさ、これが何だったんだ、これこんなあったっけっていうところで、ちょっとこれ一回コリンヨータの物質、あなんかここにも星マークあるな。あくび、グム長、俺たちが自らで考え変わっていくことを待ってた。そうみたいな、ね。それなりの俺たちは自らの責務を果たす、のうのうと。それがグム長、ただ指示を待てるんだから俺たちが。コロニー・イオタだと、ニーナだよな。だから、とりあえずニーナにするか。ニーナのレベルがすげえ低いから、ちょっと上げるか。あ、これ、急に、ここ、あれか、レベル上がんねえか、ここ。こっちじゃねえや。外のとこが。こっちはキャンプ場ならレベルがある。何かお腹に入れておこう。レベル上げ、ちょ2年のレベルを、はい、あれいい音いけんのか、これで気分転換できたわね。マップ、あれないよな。あれイオタじゃねえのか。どこだ、え、どこ、ミカゲ、この波の先は、待って、ナビの先はどこだ、ここで切れてんだけど、このナビはあんだよな、これ先どこだ、これなんとか地方とも出てねえし、この先がわかんねえ。ここにはないよな、なんか見落としてる。ないよな、どこにある、ないよな、ミカゲがどこにいるんだ、え、ある、ミカゲってどこ、全然見つけられねえんだけど、え、マジでわからん、なくね、あれでもイオタって書いてあったらイオタでもなんかないよな、びっくりマークがねえんだよな、ここに、ここにいいお題、ねえ、943、あ、出たな、でも943メートル、こうマップ出てる、これ出る、出る、出ねえんだけど、見落としてるだけなのかな。ちょっとナビ通り行ってみますわ。そこまでちょっと行ってみます。あったわ。円環の洞窟のところのここにびっくりマークがあったわ。わからなかった。これはランドマークとかかかぶってて。ですので、到着までしばし時間がかかる。通ってないです。梨が出る前に廃棄をしよう。それから。武士の補充、みんなでやればあっという間、皆さん。武士は使い込みすぎたんじゃないかって気にしてくれてるの。で、この人、お人よしの体温がぜひ何か手伝いたいって、誤解を生む言い方やめて、僕はただ運用の改善を。改善が適正だって分かっていたら手伝ってくれるのよね。それはそうだが。なら合ってるじゃない。え、優しいわよね。くすんで苦労を背負い込むタイプ。はあ、もういい。常に手を打っているような状況を聞かせてもらえないと、そういうことでした。
ご指摘の通り、私のライズの隊から精鋭隊を向かわせています。彼らが戻ればこの部分物資の7割程度が回復する見込み。7割それすげえ、戻ればだよな。そこまで段取ってるの勝手で話すってことは不服鋭いですね。回収任務に当たったうちの2部隊が立ち往生を用意されなくなりましたです。スコピオの群れに遭遇したようです。スコピオの面もしかして渡りか。はい、数と移動範囲を聞く限り間違いないかと。あまりいい状況ではないな。なんで渡りってモンスターの大移動だ。何らかの原因で数が増えた。新しい餌探して移動する。出くわすと積極的に教わってく。腹ペコの集団だからこっちは肉の塊でも見えてると。襲撃されても運んでいたのはやはり食料と匂いに釣られてきたんじゃないかと。彼らの経験で彼らがどうにかしてほしいけど目をつむことになるかもしれないと。わかる気がする。見かけの思いを潰したい。足止めされている大きな匂いがです。様子を見てくるということか。じゃあ行ってくるってことだよね。まあ、要するに心配だから行きましょうって話でしょ。ダナ砂漠、どっちか。ダナ砂漠行くかじゃあ。あ、こっちはね、ダナ砂漠。ここだね。で、この上か。なんかわりかし近くのランドマーク移動したのに結構めんどくさかったし、上に行かなきゃいけないからなんかこれ回らなきゃいけないという。あそこか。なんか敵がすげえいんな。接触レベル見てなかったけど多分平気でしょ。なんか戦ってんな。すごいな、もう物資を取りつつっていうのはなしというか最後の手段。3分稼いであとはここ。あざでしょ。時間を稼げばいいならお願いします。49個。サクサクいきますね、HP が。よし、メガスピン打ちを打ってるよ。OK。あ、出てきた。びっくりした。どういうこと？今倒せなかったこいつら。え？待って、こいつ倒せなかった今。今ね、よくわからないですけど。3分のって言ってたよね。ハードいきる。終わった。正常に作動確認と。なかったのか。はい、おかげさまで。少し手元もりました。このまま氷に戻ります。でもまたスコピオに。ご心配なく別ルートのあたりがついているよ。先行の回収部隊が安全確認済みのルートを探っていくこと。落ち着いてんな。よ、こういうことよくあんの。渡りに遭遇したのは初めてで、でもトラブルなんかいつだって起きるし、一時びっくりしてられないな。想定通りに行かない船長だからこそ冷静に指揮を取る。そんな見かけ隊長の背中を私はずっと見てきました。だから今度は自分たちはその役目をつかないかと思ってます。小桜は見かけの後任なの。そう遠くないうちに見かけの隊は小桜の指揮下に入ることになる。まだ考察期間中ですが、少しの実績を積んで必ず正規昇格してみせます。だから今回の任務を快適しやすい食料物資を受け取ったんだ。
単にトンビーマールに先越されたくないってのもありそうだけど、あいつは関係ないでしょ。小桜の真剣な気持ちきっと味覚に伝わってると思うよ。これからも頑張ってね。はい、ありがとうございます。関係が変わったみたいな。リビ平原にいるトビーマール、リビ平原にも行くのか。どこ、ここか、こっから行ける。なんかこの辺ってなんか結構近くにあっても行けないような気がしてたんだけど、なんかここ行けるところ、あそこのランドマークから。あ、そこだ、行けんな。そしてコインヨータの飛び回る体か、全然顔が見えないんだけど、全然見えないんですけど。あ、こいつか。敵は全力立ってた、ただ見ての通り、レヴィちゃんボコボコにされた。修理は可能か、パーツ栽培しか予備を使って、ライトの体調に発生したが、この体落ち込むでござる。そういう立ち往生していたなら、パーツは私たちからいいのでござるか。ユニタと怪我人も僕たちが行った方が効率はいい、かたじけない。正直なところ、物資を守りきるが精一杯だってこと、トライアグレコ10個お願いしてない。ちょっと多くて申し訳ないが、拙者はここで仲間手当と警備に努める。持ってねえ。あ、持ってんじゃない、多分。ほら、持ってるよ。もうなんとなくもう呼んでるだけでいきます。声には出さずに、そんな風に思ってくれているので、武士を使っていってほしい。ニーナの戦略を牛群作るために思っていた。今夜に願って若手育成にも絡んでいると。ニーナどこまで計算している。これで全員助けられた。で、御影のところに行くわけね。民間洞窟、ただいま。みんな無事に戻ってきたんだよね。おかげさまで。ニーナさんここにいたんですね。ご相談したいことがありまして、研究との作成もう急が、え、ごめんなさい、少し席を外した。予定はありがとう。予定は早く呼吸ができて、一気分転換になったわ。近いになったのはよかったよ。お疲れ様でした。機関車部下たちは報告を受けて、見かけの言う通り、みんないろいろ考えて任務になってて、この任務さが強い理由少し分かったの。ニーナ様の凄さをお分かりいただけますか。一つ確認したい。どこまでニーナ計算している。物資配分による流軍獲得、その時に若手の育成2つは密接にかかっているように感じたが、ニーナ様は苦い経験を繰り返したくはない。今のように物資を搬入出していた、いなかった頃、確かに豊かになった頃にヨータでは内部のいざこざが頻発していた。富を得た者はさらなる富を求め、助け合いや努力を放棄し、不誠実で利己的になる。物資が豊かだからといって人が豊かに育つわけではないと皆様に痛感された。そんなことがあったのね。本当に言いはそれだけか。僕も疑り深い方ではあるが、ニーナの視点は妙に冷めていると感じると。あれは元からなのか。ニーナ様は未だにご自身のことすら信じられずに、今私は見守ることしかできなかったというだけで、あなた方はどういうこと。ニーナ様も変わらなくてはいけないということです。今はそれしかお伝えできませんが、どうか見ていてあげてください。分かった、意識しておこう。私が逸れてしまいましたね。予定通り物資は7割まで回復しています。今後今までどのようにお使いください。部下たちを助けていただき本当にありがとうございました。クエストクリア。これ何、コロニーヨータのクエストだったの。名前確かに覚えたよ。見かけ、皆さんのご協力もあり、実質大幅に改善して、引き続き流軍の、これ、公認用とは、公認用とは、これ、公認用とは、あってな、これで出てこない。出てこないね。公認用とはかな、公認用とは、任意のイベントってこれじゃねえんかな。コロニーヨータのハテナが出てこねえんだよな。これでコロニーヨータ行ったらまたなんかインフォメーションとか増えてるとかってことはねえんかな。まあいいや、とりあえず今回これで切ろうかな。なんだ、あのイスルギの覚醒イベントも終わったんで、今回これで終わりたいと思います。次回はまたね、誰かしらのヒーローのね、覚醒イベントやっていきたいと思いますので、よかったら見ていただければと思います。それで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。